どうも、ひよりんごです。今日の動画は、2泊3日分のパッキングをやっていきたいと思います。まだね、本当に何もやってないんですよ。で、今夜の9時なんですけど、明日朝早くに出るので、パッキングしてそのまま今から実家に帰ります。なので割とね、急いでやりたいの、早く着きたいじゃないですか、やっていくはい、まず今回2泊3日で車なので、こちらのミルクベッドのボストンバッグに入れていきたいと思います。これ付録でした。はい、まず洋服なんですけど、2泊3日なので3着分持っていきます。こういうレースのね、ワンピース。でもさ、寒いかなって思うんだよね。なんか梅雨まだ明けてないじゃないですか。なんだか寒そうな予感がするんだよね。半袖じゃ寒いかな。ちょっと天気がわかんないんだけど、あとワンピースと、もうワンピース楽なんで全部ワンピース、3着ワンピースでいきます。ちょっとこれも付録なんだけどさ、これに洋服入るかな。入ればなんかまとまるな。3日分こちらに洋服は入れました。入りました。3着分ですね。こういうキャミソールも入れていく。3日分。シャンプーとボディーソープはこういう持っていくのに大変なので、使い捨てのものを使います。なので3日分入れました。ちょっと忘れ物だけはしたくない。まあ、ね、家族で行くから大丈夫だとは思うんだけどさ。あ、これに入れました。お風呂はね、お風呂セット。今こんな感じ。結構仕分けてるから、ガチャガチャしてないですね。あとは、何持ってけばいいんだろう。コンタクト？コンタクトだね。はい、こういうコンタクト系なんですけれども、これに入れていきます。入れて、ジュエリーポーチなんだけど、本当は。今日はコンタクトケースになってもらおう。入れて、入れます。もう旅行なんてあんま行かないからさ、ちょっとさ、このバッグと一緒に、こっちの持っていくバッグも、ちょっと、準備していくね。こちら酔い止め、アネロニスキャップっていう酔い止めなんですけど、他の酔い止めだと眠くなりやすかったりもするんですけど、これはね、あまり眠くならないからおすすめです。で、充電器も持った。で、充電器絶対大事でしょ？ちょっと撮影したいなと思っていて、オズモポケット、このちっちゃいカメラね、を持っていこうと思ってるので、まあちょっと大きいカメラも持っていくんですけど、今撮ってるこのカメラも持っていこうと思ってて、後で入れるんですけど、どうしよう、バッグどうしよう。パソコンも持っていきたいんですよ。これでいけるかな？これもちなみに付録です。これすごい使いやすくて、ズッカの付録です。なんかワンピースとかにも使えるバッグがいいなと思って、これね、ワンピースとかにも合うので使ってるんですけど、あとこちら。これはですね、カメラの三脚となる持ち手です。持ち手も持って、あとコテか、コテ。あ、わかった。歯ブラシとか全然持ってないや。これですね、コテ。こちら、コテアイロンを持っていこうと思います。コテとアイロン両方持っていくの大変なので、コテアイロンを持っていこうと思います。これは大きい方のボストンバッグに入れるね。メイクローションです。これすごい気に入ってて、これを使い始めてから結構肌の調子がいいなと思ってこちらと、あとこれがリピアミューズのヘアミオイルを持って、くし、歯ブラシ。歯ブラシはちょっと何かに巻いて入れますね。これがね、プラスエアイズのクレンジング。クレンジングとかちょっとついてたか忘れちゃって、なので一応持っていきます。これがお風呂セットみたいになっちゃった。でもこう、液体系はこの中に入れました。これは、ボストンバッグの方に入れますね。あと Wi-Fi。Wi-Fi も持っていきます。Wi-Fi。そうそう、充電器系が必要だよね。なんかね、なんかちょっとめんどくさいんだけど、オズモがね、また違うんですよね。パソコンも持ってくので、パソコンの充電器、この中に入れますね。充電器系は、ここ。なんか何に入れたか分かんなくなりそうだけど。ここ。で、パ
ソコンは、手持ちの方に入れます。手持ちの方ね。あとは、あとはメイクポーチ。メイクポーチはこっち。日焼け止めとかもしっかり持たないとなので入ってるね。あ、パジャマね。パジャマ、パジャマ は長ズボンにします。お腹が冷えても嫌なので長ズボンで行く。うん、腹巻きこれね、私ね、お腹をね本当にすぐ壊しちゃって、なので腹巻き結構夏でも冬でも必須で、夏だとさ冷房にやられるんですよね、お腹が。なんで腹巻きして寝てるし、腹巻きも持ってかなきゃ。上はさ半袖でいいよね。パジャマの上は半袖にしました。こんなもんでパジャマ持ったでしょ、下着持った、カメラも持ったし、薬系も持ったでしょ。これ持ってった方がいいかな、いらないか。このねパックゆいちにもらったんです、韓国のお土産。これも持っていこうと思います。多分 OK。 2泊の旅行の中身はこんな感じになりました。結構ね仕分けることによって綺麗に入ったので、しかも今何分、21分でできました。カメラの充電器忘れた。電池はカメラのマイクのマイクに使うんですよ。よし、大丈夫きっと。パッキング終了です、イエーイ。今から実家に急いで帰りたいと思います。今ね時刻は21時22分なので22分でできました。ちょっとね部屋をパパパッと片付けて出ます。気をつけて行ってきます。今回行くところは伊豆なんですけれども、伊豆のね何かを撮れたらいいなと思っていて、思ってます皆さんこの夏どこかに行きますか？どこか行くよって方はぜひコメント欄で教えてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。車バイバーイ。皆さん本日もお疲れ様でした。もうね結構ね荒らしちゃったので、2泊開けるからさやっぱ綺麗にして家を出たいので、今からちょっとだけ片付けますバイバーイ、おやすみ。